関西に行ったら必ず行こうと思っていたところ、大和西大寺駅です。安倍さんが通ったところを探しました。もちろん記念碑などなく、跡形もないような状態。まるで事件を風化させてやるという、そういう意図があるようにも思いました。私も手を合わせました。日本の首相で最長歴の首相が選挙期間中に凶弾で倒れたのに何事もなかったようにするのは本当に国民の一人として非常に心が痛みます。花や線香と思いましたが後々ゴミになるので諦めて静かに手を合わせました。安倍さんありがとうございました。温かいそばを注文したつもりやったんですが冷たいそばをやったら何か動揺しているのか。私は今回の事件山上容疑者が単独で致命傷になったと思っていません、何か大きな圧力が襲ってて安倍さんが頑張ってる人なだけにそれが邪魔やったということだと思います。それ以上のことは今回は言うのはやめときます。ごちそうさまでした。ああ、美味しかった。